皆さんこんにちはのポッドキャストはガーナ人とフィリピン人の日本育ちサッカー選手がお送りするポッドキャットです今回はエピソード2ということで小学校時代から中学生時代までの話を皆さんと共有できたらと思っていますそれでは行ってみましょう、まあ、最近ね タイでは、昨日か、昨日雨降ってタイ雨降ると羽ありみたいなのが大量発生してそれがまあ家の木の,窓,の窓から大量に侵入してきて、えー、ちょっとそれの掃除に追われてたっていうのは、えー、昨日の夜の出来事でした、まあ、そんな話はさておきエピソード1の続きということで、えー、自身の 幼少期を皆さんと一緒に振り返ってみたいと思います。えー、これもよくメディアや取材とかで聞かれるんですけどサッカーを始めたきっかけっていうのは何かなっていろいろサッカーの動画見たとかでそういうエピソードが言えればいいんですけど、まあ、自分の場合はすごくシンプルで、えー、近所の友達がサッカーやっててお兄ちゃん的存在の人がね サッカーやっててまあそれについていく形で、えー、サッカーを始めることになりましたまあだから特段スペシャルな,なんかエピソードっていうのはなくてただ近所の友達についてって初めて f c バス s という、えー、スクールにサッカーチームに、えー、入団することになりましたでまあその時のまあ自身振り返ってみると まあえー、本当にやりたいことだけやるタイプの、えー、子供だったなっていうふうに感じました。えー、CWASTA では、えーまあ、お父さんコーチみたいな感じで土日と,、えー、と月曜日と木曜日に、えーまあ、練習があってそれもボランティアという形で、まあ、よく分かってないんですけどでも、まあ、そうやって、えー、コーチたちが指導してくださって。 いたっていうのでまあその本格的なサッカーチームっていうよりはサッカーを楽しむような、えー、そんなスクールだったのかなっていうふうに思います。でそこで僕はねまあ 4, 4歳ぐらいから行ってたんですけどまあその土曜日日曜日はもう試合をするもんだと思って。えー、例えば母親のところ に連絡が来て、土曜日どこどここで試合ですまあ、僕の方はね富山グラウンドっていう、まあ、新宿区内にある、まあ、唯一って言っていいんかな大きな、えー、グラウンドがありまして、まあ、そこでよく試合をしてたんですけどもう幼少期っていうか、えー、ちっちゃい頃はねもうその「試合」っていう文字を見た時だけ行くような。 そんなサッカー少年でした。だから練習とかは本当に一切せず、いつもいつもこいつ試合だけ来るやつやんみたいに思われてた記憶があるんですけど、割とね、僕のサッカーチーム、そういう選手が多いっていうか、えー、結構外国籍の、外国籍、ハーフの。 選手がえ僕がいた当時は、えー、フランスとのハーフだったりフィリピンとのハーフだったりっていう、まあ、いろんなんカルチャーが混ざった、えー、サッカーチームだったなっていうふうに思います。てか事実そうでした。でまあこれも有名な話で今 FC マスタたゼルビアにいる、えー、山口瑠唯選手とは、まあ、この時に出会いましたね。 でまあそうですね、試合だけ行くようなサッ,サッカー少年は、もちろんと言っていいのか分かんないですけど、もちろんえみんなからの信頼を得るはずもなく、このね生活をね、小五正午の終わりまでこの生活をしてたんですけど、これはチームからちょっと不満が上がりまして。 えー、なんであいつは試合だけやっているのに試合に出るんだということで、えーまあ、その,あの反感というか、まあ、批判もありまして小学校5年生の最後の大会の時にあの B チームに落とされるんですよね。まあ、それがすごい自分の中では衝撃というか小4の時に「まあ、お前は」 ジダンのようににプレーーしてているとコーチに言われてあのすごい嬉しかった経験がありますし俺もなんかすごい、えー、っと渋谷区と品川区、えー、渋谷区品川区目黒区の集まりで7ブロック取れンっていうのは当時あったんですけど、まあ、そこにも選ばれるようになってあのすごい調子に乗ってたというか、まあ、練習なんてしなくても試合で。 結果見せたり余裕っしょみたいな感じで、えー、やっていたのが、えー、小5の終わり頃までやっててでそこからまあその批判もあり、えー、お前は練習に来ないからダメだということで、えー、B チームにその時はもうずっと上の学年小4ぐらいから6年生の試合出てたんですけどそれがポッキリとあの小6の試合に出れなくなり、えー、僕自身 挫折っていうのかな、あ、練習っていうのはちゃんとやんなきゃいけないんだなっていうふうに、えー、思わされた、えー、出来事でした。で結果的に小6になってからはまあもちろん練習に行くようになりもともとちっちゃい頃からねリーダーシップはあったんですけどまあちょっとふざけたい自分もいるっていう何とも子供らしい理由で。 結局、えー、小6の時もキャプテンにはなれず、<laughs> なんか真面目にサッカーをやっているわけでもなかったんで、キャプテンにもなれず、えー、ただの選手として、えー、でも新宿区ベストイレブンかなっていうのは、えー、もらいましたし、7ブロックの大会にも出ることができて、はたから見たら、まあ、普通、でもまあ、それでも普通の小学生かな、別にナショナルトレセンとか、 あのナショナルトレセンっていうのはあのちっちゃい小さな代表みたいなアンダー20の代表みたいなのがあるんですけど、まあ、それに選ばれるわけでもなく、えーまあ、今言えば普通の小学生でしたね講師ともにで、えー、小学校をそんな感じで卒業して中学生に上がるのと同時に FC トリプルッタっていうクラブチームに 行くことになったんですけどその経緯がまた面白くて、えー、僕実はその FC トリプルッターっていうのは、えー、セレクションをしなきゃいけなくて、えー、2次セレクション3次セレクションまであって合格すると FC トリプルッターに無事入団できるという感じなんですけど、えー、なんとセレクション第1次セレクション当日にセレクションをなんとすっぽかしてしまい 一時セレクションに行かな,行か,なかったんですよ。でまあこれんでかんでそもそも行かなかったっていうのを今振り返ってみるといろんな理由があったんですよね。いろんな理由まあ理由は一つしかなくて結局ね理由は一つしかなくてその理由がねあのシンプルに自分が評価されるのが多分怖くて、えー、自分のいた居心地のいい環境というのも f c ワスだからみんな大体の子って牛込第二中学校っていうのに上がって結局そこの部活動に入るわけですよね。でその部活動のコーチからも「いやお前はもう来年うち、えー、でやるんだ」っていうふうに言われててでも僕自身もっとレベルの高いところでサッカーしたいっていうのがあってその当時7ブロックトレセンのコーチだった米原さんに「えー、じゃあもううちでサッカーやろうよ」っていうふうに教えてもらって。 でじゃあこういうこうこうこうセレクションがあるから打ち切なよみたいな感じでこの日時に来てねって言われたんですけど、まあ、今考えたらもうほぼ合格っていうかオファーみたいな感じだったんで別にビビるも何もなかったんですけど当時の僕っていうのは多分ねそ人に評価されるのがすごく怖くてで結果的にその日時セレクションは えー、両親にはもう行くって伝えてで両親はまあ共働きだったんで、えー、両親が仕事行った間に行く予定だったんですけど友達と中野だったかな中野かどっかに遊びに行ってたっていう記憶がありますねお現実から逃げるためにそれでも SC トリプルットの米原さんがうん まあこれがもう本当に人生の分岐点、一つ目の分岐点だと僕は勝手に思ってるんですけど、えー、トリプルタン米原さんが電話かけてくれて、その夜に、どうして今日来なかったんだよ、みたいな。いや、すいません、いや、ちょっと、あ,あの、体調悪くて、みたいな、適当な多分嘘ついたと思うんですよね。で、その嘘が、まあ多分米原さんも嘘ってことは分かってたと思いますし、でもそれでも、いや、俺は、 お前の才能に惚れ込んんでるんだっていうお前には可能性があるっていうふうなようなことをね言われてその後に父とも米原さんが電話してくれてで日次セレクションはもう来てほしいってあのどうしても見たいからっていうセレクションに来てでうちのクラブでプレーしてほしいっていうふう風に言ってもらってでまあ今考えたらねいやのセレクションいらんやんって思ってたんですけど。 まあそれでも二次セレクションも本当に両親、えー、の支えもあり、えー、あとねその時当時の親友がねあのそのセレクションに一緒に行ってくれるということで一緒に結局2人でトリプルッタ合格して、えー、無事、えー、トリプルッタ入団ということになってうん。 今考えるとすげえなぁと思う。もう本当に奇跡だなっていうのが。えー、もちろんトリプレッタに行かなかったら今の自分ないですし。うん。ということで、トリプレッタに入団することになりました。でね、そこで、トリプレッタでの日々っていうのはすっごい刺激的で、うん。僕がいた時は別に特段めちゃめちゃ強いというわけでもなかったし、うん。 なんか特別環境がいいっていうわけでもなかったんですけど、うん、トリプルッタではね、まあ、サッカーの基本的な技術っていうかまあ小 5, 小, 5?、まあ、小6も結局は、えー、サッカー今までやってきたサッカーの大半がもうほぼ、えー、試合だったんでそこでまあ自分より何て言うかな、えー、能力、えー、体格的にもフィジカル的にも。 あの能力の低い選手たちと、えー、どんぐりのークラブみたいなのをして結局勝ってきただけの、えー、サッカーだったんで、えー、そうじゃなくて、まあ、そこでは本当にサッカーの技術っていうのを、えー、教わりましたねはいサッカーの技術を教わったことによって、まあ、練習って本当に楽しいんだなっていうのは その時肌で感じれてそれも全部米原さんのおかげなんですけどで中学1年生の時にね初めて中3の試合に、えー、出ることになったわけですよその時は中3中学3年生の練習試合かなに出ることになってでそこでね僕はね本当に内弁慶だったのかわかんないですけど 本当に勇気がなくてその時ね小6の時に買ってもらった iPodTouch の中にあ iPodTouch かななんかあのちっちゃいあの曲だけ再生できる機械があってでその機械でもう f u n k y m o n k e y b a b s のちっぽけな勇気っていうあのちっぽけな勇気をずっと エンドレスに電車の中から再生してましたね。ああまあそれが本当に今でもそれちっぽけな勇気を聞くとね思い出すんですよね。ちっぽけな勇気あれ。俺たちはまだちっぽけで手のひらの中にはこの手のひらの中には何もないけど雨に打たれ風に吹かれでも諦めないからでも諦めたくないから っていうね、この歌詞がもう胸に中1ながらどん刺さりしてたっていうのがねあのもう記憶に今でも鮮明に記憶にありますねはいでまあ結局ね中2中3って、まあ、結局中3の試合って怖いわけですよなぜならまずはフィジカル的に中1と中3ってもうすごい差あるしなんか中学生って 俺の勝手なイメージっていうかまあ多分実際そうだと思うんですけどその夏休み終えるごとに体格のバージョンアップみたいなのが体格がどんどんアップデートされていく感覚があってでそれがねもうもろに感じるわけですよね中1と中3じゃあもうこれやり合えねえだったらもう位置取りとかポジショニングとかでどうにかするしかねえって普通は思うじゃないですか。 僕と場合は違くて、さらに、さらに速く、さらに強くなればいいやと思って。てか、まあ、これは、脳を持ってたんかな結局、プレースタイルもゴリゴリのままでしたね。うん。そんなこんなでねで、中3になったんですよね。まあ、でも結局、中2の時には、まあ、中3の主力メンバーっていうことで、 で中2の時にえポジションもセン,ンンセンターバックにコンバートされてそこから本格的にもともとはウィングの選手前目の選手だったんですけどそこからセンターバックにコンバートされて左利きのセンターバックということではいプレーしてましたねほんと当時は嫌で嫌で仕方なかったんですよねセンターバックっていうポジションがなんでかって言ったら んかその守ってボール取っても自分は攻撃できないみたいな,なんかそういうのをすごい感じておいこれどうすれば何かいいんだろうっていうふうにどうしたサッカー面白くなるんだろうっていうふうにやっててもどうしてもうまくいかなかったうんモヤモヤした気持ちっていうのは多分ずっとありましたね。ででもも、そんな,こんな まあその中学の時のコーチに、えー「お前は絶対センターバックでプロになれるから」っていうふうに何かその時に言ってもらってなんか知らんけどすっごい自信が芽生えたのが芽生えた記憶がありますねうん俺は。で中3になった時に本格的に、えー、J クラブと、えー、高校サッカーからオファー来るようになって。 あのあ俺って評価してもらえてるんだなこう自分の中でセンターバックっていうかディフェンダーとしてまあ勝負するのもありなんじゃないかなでもまだ攻撃の方が楽しいなっていうまあ段階でしたねはいでえ中、ー、2の終わりかな中2の終わりに違うか中3の春ぐらいに 初めて、えー、高校推薦の話が上がりましてこれ名前言っていいのかなえー、当時はまあ J クラブまあちょっとこの後あとあとあとあれなんで名前は言わないですけどえー、J クラブ埼玉の J クラブ1つと、えー、最終的には、えー 埼玉の J クラブ一つと神奈川のその東光学園のどっちかっていう選択肢になりましたねはいということでここまでお聞きいただいた皆さん本当にありがとうございます、えー、僕のポッドキャストではこのようにフィリピン人とガーナ人のまあ少々ユニークな体験をお話ししているのでまた次回も 会えたらまた次回もここで皆さんが聞きに来れたらとても嬉しいですそれでは次回のエピソードで会いましょう次回のエピソードは高,その高校進学そして決断の理由っていうのについてお話ししたいと思いますそれでは皆さんおやすみなさいそれではまた Peace.